はい、霧島さんチェックアウトしました。はい、今から霧島神宮に、まだ初詣に行ってないので、ちょっと遅めの初詣に行こうと思います。行きます。はい、よいしょ。およそ500メートル先、目的地周辺です。あ、や、近くない？近いよ。すごい近かったです。お宿から10分もかからない。5、6分じゃないかな。ねえ。到着しました。あそこ温泉みたい。温泉だね。ねえ。うん。アマビエっている。本当だ。触ってもいい？いい。あ、絶対湯の花が沈んでるもん。温泉だ。あったかい。なあ、入る。はい。今ここです。はい。行きましょう。石段上がっていくと、本殿があります。はい、じゃあ行きましょう。手水しゃ、サザレ石、サザレ石ってな、ちっちゃい小石同士がな、固まって大きな一つの石になる。かなり年月がかかるね。だからサザレ石のようにって「君が代」の中にあるでしょ。ここは上から先祖されてるからな。でも国宝になったんだよね。ああ、綺麗やな。霧島神宮の主祭神っていうのがニニニのミコトっていうね、天照大神の孫にあたるの。なんかさ、おみくじと恋みくじと幸福みくじと子供みくじっていろいろある。そうな、一番シンプルなおみくじがいいんじゃない？ここがいいんじゃない？100円。これです。はい。開けるよ。はい。じゃん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 。ほっ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 。これは裏ですね。ビョンビョン。中吉。微妙です。微妙です。いつも大吉なのに中吉になってしまいました。本当だ。微妙です。でもな、大吉の次やから。旅行、旅立ち、盗難に用心せよやって。やばいです、やばいです。相場、買いが勝ち。買う。だって。はい。はい。行くよ。じゃん。じゃん。中吉や。中吉や。今年は夫婦ともども中吉でした。今までな、僕が大吉でな、おばさんが末吉引いててな、中吉になっとったんや。だ今回は2人とも中吉やから、まあ、去年と一緒ということで、そうな、よしとしましょう。樹齢800年だって。立派ですね。立派ですね。さっきな、霧島神宮の主催陣が二人木の御事って僕言ったでしょ。すごい難しい字でな、一家一同いろいろお祭りされてるって言ったじゃない、だから嫁さんとか子供とか、すごいすごい、ほら宇土神宮とか鹿児島神宮とかいろんなところに祀られてる、ほらひ孫神武天皇って書いてる、だから天照大神の孫がニニギの御事や、でニニギの御事からのひ孫が神武天皇。次は、次はどこ行くんですか？次、次はね、駅好きのおばさんのために、枯川駅っていう駅に行きます。やった。駅舎が好きやの？やった、大好き。なんかこれまっすぐ行ったらな、坂本龍馬がな、新婚旅行で入ったらな、温泉あるよ。お龍さんと。そう、知らんけど。なんだここは。蕎麦屋さんじゃない？喫茶。日帰り温泉って書いてた。もうこの辺、この辺温泉だらけやね。なあ。なんかな、ここを右に行ったら塩浸し温泉なんだって。でも左に行きます今日は。左方向です。枯川駅って書いてたよ。書いてたね、わざわざね。1.5 キロ道なりです。すごい屋根付きの墓地がありますよ。ここまで降ってくるってこと？はいが駅到着。お、どこどこどこ？ここ。ここでーす。素敵な。枯川駅到着しました。綺麗。また新年の飾りしてるから、門松があるから綺麗。枯川駅です。はい。120周年なんだって。へえ。この駅舎ができて。へえ、すごいな。ここな、特急電車も止まんねん。特急列車か、特急列車も止まれるんで、すごくない？すごいね。さっきお掃除のおばちゃんに教えてもらいました。特急が止まるのは知ってたよ。知ってた？わ、この改札がすごくない？改札？素敵。明治36年に開業。1903年に開業してます。だから2020年、本当だ、120年です。あ、まあまあ止まるじゃん。いや、駅ですから。何言ってるの。駅ですから止まりますよ。止まります。なんかさ、枯川駅来たらさ、ちょうど汽車の時間でさ、来たね。電車じゃなくて汽車が来たね。来たね。持ってるな、やっぱり。重吉やけど。二人合わせたら大吉や。そうなん。知らんけど。中吉かける中吉は中吉やぞ。左が鹿児島空港です。うん。大きいな。伊丹空港より大きいんじゃない？いやマジで。大きいよ。おお、でっかいよ。これ肉眼ではうっすら見えるけど、カメラで見えてんのかなこれ。ああすごい。できました。すごいね。うん、南国チックって言わんの？南国だ、南国だな。うん、なんか桜島ってかっこいいな。かっこいいよ。海がキラキラしてるな。キラキラしてるな。僕のために。キラキラしてる。すごいな。噴火したんじゃない？さっき。したのかな。モワモワンってなってるよ。しょげよ。桜島フェリーが見えてきたよ。そう。2隻行ったり来たりしてる。マジで？ほら。今日は潜水艦いないね。いないね。すごいよな。24時間運航してるっていうのがすごいよな。フェリー？うん。そうだよ。夜中は便数が減るんやけど、でもずーっと24時間運行してる。ねえ、すごいね。もうすぐ磯庭園。なんで磯庭園って言うの？磯にあったから。仙外園じゃないの？みんなね、磯庭園ってよく呼んでたんやけど、どっちが本当なんだろうな。仙外園っていうのが本当なのかな。もう右手にあるのはそうなの。あ、そうなん。これ全部そう。この辺に門があったんじゃないかな。これかな。ほら。本当だ、すごい。うん、島津家の、うん、別邸やな。島津家の別邸。うん、前来たじゃん。うん、来た。はい。仙岩園です。お金がいりますよ。マニ。変わってる。なんか立派になってる。うん、すごいな。すごくない？なんか立派になってるよ。すごい。なあ、昔来た時とちょっと違うな。なんかね。世界遺産になったからじゃない？ねえ。よいしょ。なんだ。立派なもんがある。素晴らしい景色やな。これお殿様見とったやろ、島漬けのお殿様。そうだな。なあ、すごいな。綺麗ですよ、すごく。今ここです。笑福橋。ちょっと分かりにくいけど、ここに御殿があって、ここ歩いてきたのかな。今ここ。結構広いんですよ。全部見て回ろうと思ったら大変です。ということで、やめますか。御殿行こう。御殿の中、前回入らんかったと思うね。それ以外は全部回ったけどな。こんな石段とか全部行ったけど。なんか石段とか行ったけど。ここ行きましょうじゃあ。はい、こっちです。灯籠が可愛い。じゃあ下降りて。でほら、灯籠が可愛いんですけど、なんか自然の石を利用したって感じね。そんな丸い穴あくかな。いや、真ん中のだけ作って、上と下は自然の石を利用した。これは溶岩っぽいね。可愛い。お金がいります。500円。ここ寝室だって。これなんか昭和天皇が使われたみたいで。そうなの？このテーブル、椅子。お風呂に対して湯船がちっちゃい。あれ疲れるんかな？使ったりする文化はなかったのかな？じゃないの？洗う人がいっぱいいるんじゃない？そうな。体中洗ってくれるんで。いいです。すっごい可愛いなこれ。サリョクマです。サリョクマですか。かっこ白クマ。かっこ白クマ。可愛い。キリコのグラス可愛い。芋ブリュレ頼みました。これチランチャだそうです。ほら、サリョクマです。可愛い。本気より可愛くない？ほら、スコップやね。本当だ。スコップ2つ1つあげる。やった。食べるよ。どっから食べる？こっちに花があるよ。ほら。本当だ。あげるわ花。いいわ。ほっぺたから行こう。耳から食べよう。ほっぺたから食べようと。わあ。米か。冷た当たり前やけど冷たいな。天文館の白熊行ったな、うん、大好きでしょ白熊。大好きやな。コンビニでも買うでしょ、うん、白熊アイス買ういただきます。うん、うん、あったかくて美味しい。そうな、うん、氷が冷たくて美味しいすごい冷たい。うん、どう？美味しい。ちょっと食べる？一口。食べる。あったかい。あったかいよ。あったかいね。ジャム文字でいっぱい書いてるね。目的地は右側です。これでしょ。お疲れ様でした。中川屋だからもうちょい向こうじゃないの。わかんないけど。本当？ここじゃないの。違うねん、ここと。これこれ。平田ジャンボ屋。開いてる？営業中って書いてる。わかんないけどすごい場所にある。目の前が桜島です。すごい。そして桜島がなんかくっきりしてきた、さっきより、うん、ジャンボ餅を食べに来ました。もう目の前が桜島すごいね、うん、でここがお店です。平田屋さんです。はい。どこですか入り口は。入りますよ。うん、よいしょ。2人で1皿 OK ですって書いてあるよ。そうなんだ。そうやね。10本ぐらい入っとる。そうなん。2人で1皿でいい。うん。田舎のおばあちゃんちって書いてある。本当だな。なんかな。平田屋さんのジャンボ餅です。はい、向こうにあるのは桜島。はい、これ。あれ、二個で一つ。そう。それがジャンボの由来だよ。あ、両棒って書いて。そうそう。なるほど。めっちゃうまい。マジで。何これ、めっちゃうまい。そうなん。うん、食べる。食べる。めっちゃ美味しいですよ。一口サイズだね、ちゃんと。うん、いただきます。うん。うん、あったかい。美味しいでしょ。美味しい。なんか美味しいな。みたらし団子の柔らかいバージョンみたいな。そうそう、美味しい。でもみたらし団子よりこっちの方が好き。美味しいな。うん、めっちゃ美味しいこれ。平田屋さんのジャンボ餅美味しいですよ。これ一人で10個いけたかもしれん。すごい美味しい。よいしょ。平田屋さんのジャンボ餅。食べました。美味しかった。料金は桜島港料金所でお支払いください。そうなん。うん。こっちでは払わないの。そうやね。このままな車ごとな乗り込んでな向こうまで行けるね。へえ。そうなん。うん。これ湾内周遊するやつやね。ああ。今度乗ってみたいな。乗ってみたいな。うん。乗りますよ。すごい。乗りますよ。乗ります。行きますよ。大丈夫です。はい。さんスタッフの方がいますね。うどん屋さんに直行です。はい、する。やってないんじゃん。え、嘘。ここですね。やってました。ここですね。はい。火山の妖精マグニョン。マグニョンがいました。うどんが来ました。ヤブキンさんのかけうどんでした。そうな、うん、かけうどんだけどな、うん、さつま揚げは入ってんね。そうな、熱い。熱いんだそうです。熱い。こんなんです。こんなんです。桜島上陸。上陸しました。だらだらだら。お金はいつ払うんでしょうか。ねえ。どこで払うのお金、マジで。お金はいつ払うんでしょうか。マジ出ちゃうよ、これ。あそこか。料金所か、あそこか。そんなタダで乗れませんって。珍しいね、このパターン、うん、じゃあ湯の平展望台でも行きますか。はい。だいぶ上の方やね。窓が汚い。汚いです。すごい汚いな、こりゃ参ったな。鹿児島の人は毎日ここから。いや、対向車を見る限り灰だらけの車いっぱいおった。そうだ、うん。うわ、すごい上に上がってきた。なあ。うわ、すごいよ。右側の景色が。うん、お、近い近い。すごい。近い近い。着きました。はい。誰もいない。ここです。おお、すごい。もうすごいじゃないのよ。近いんですけど、すごく。重吉の男持ってるな。湯の平展望台にやってきました。はい、展望所だ。湯の平展望所。はい。ここです。はい。行きましょう。はい。おお。すごい。すごい。わあ。すごいな。すごいです。絵はがきみたいです。めっちゃ綺麗。くっきり見えるわ。上がってきたらなんかほら丸いやつ。うん。土砂崩れを防止してるんじゃない？へえ。崩れないように。うん、あそこに。基本的に火山灰みたいなもんだから、うん、脆いんじゃないかな。あそこにあれ置きに行った人、勇気あるな。ヘリじゃねえ。そうな。いや知らんけど。あそこになんか建物あるよ、ほら。そうやね。あれ下から見えとってんけどな。フェリーターミナルからも見えるよ。なんだろう、観測所かなんかね。これね、反対側に行くと鹿児島市内が見える。あ、見る見る見る。はい、行きましょう。もうダメダメ。はい、行きましょう行きましょう行きましょう。はい、お急ぎでお急ぎで。わあ、すごい。こっち側もすごいわ。これがアイラカルデラだからな。桜島っていうのはカルデラの縁にな、ちょこっと顔出しただけ。でっかいね。すごいよね。すごいね。あ、すごい。わあ、すごい逆光。今さ、全部緑で覆われてるけど、うん、昔本当に溶岩だらけだった。へえ。タイムアップ？マジかよ。すごい大迫力だよ。大迫力だよ、ここ本当に。いいでしょ？すごいです。いい天気でよかった本当。最高だね。でまだあれ吹いてないですか今？あそこな。ねえ、うまいこと。吹いてるな。吹いてるよね。どうですか、湯の平展望所は？すごかった。いいとこだったでしょう。うん、いいとこだった。出ました、9分です。どっちですか、右ですか、まっすぐですか。ちょっと待って。まっすぐです。まっすぐですか。うん。行きますよ。すすらない、すすらない。垂れ流し。うん、垂れ流し。おじさん世代は刺さると刺さるんじゃないでしょうか。長渕剛ですね。なんかモニュメントがあるところに行ってみようと思います。知ってる。なんかギター持って、うん、なんか叫んでるような、どうやろう、うん、知ってるわ。あと 100m だって、うん、どこにあんの？これです。これ。あ、本当だ、すぐあった。よかった。これです。ここで降りてください。はい。車止めてきますから。ズンズンいってんの。大昔はあれなんだよ、これ緑じゃなかったから、全部溶岩ゴロゴロやったからね。すごいな、溶岩道路って呼んでたから。植物ってすごいね。すごいよな、どこにでも根を生やす。うん、昔ってまあまあそこそこ昔やけどな。子供の頃でしょ。子供の頃来たことあるんでしょ。本当に溶岩だらけやね。こんなに緑いっぱいの大地になるとは思わなかったよ。どこ？ここ？あ、前来たな、ここ。そうな。ずーっと上がっていくところ。ああ、ちょっと時間かかるよ、これは。階段だ。階段です。またこれ角度が違うと。山の形が違うね。違うな。うん。お子さんぜいぜい言うております。そして、ここめっちゃ灰多いんですけど。全部こっち側に来てるね。ねえ。灰じゃないわ。これ見て、見てください。灰だらけ。灰だらけ。灰だらけなんです。こっち側は。さっきの展望所とかは全然やったのに。ああ、すごい。ここほら休憩できるとこありますよ。もう一つこの坂下って登ったところに展望所ありますけど、いかがされますか？いいですもん。いいです。ほらこれすごい、これ全部灰ですよ。灰だらけ。灰だらけやな。うん、昭和溶岩。うん。緑のやつ、そこの緑のやつが昭和溶岩で、うん、その向こうが古い溶岩って書いてあるね。あれですね、うん、大体同じ年ぐらい同じ年じゃないわ。違いますよ。1946年ですよ。まだ生まれてません。1946年に噴火した時の溶岩ってことでしょ、うん、その辺でしょ。へえ、すごいな、こんなに木生えちゃうんだね。多分ね、この大正溶岩で大隅半島とつながったんじゃないかな。へえ。それまでは島やったん、本当に。そう、島やった。すごいな。現在地ここです。アリングラ展望所。はい。はい。ちょうどあれですね、裏側ぐらいですね。ファイブストリーはあの辺、小学校のあたりだね。小学校やったら、なんか学校がある。はい、じゃあ行ってみましょう、そこに。この中学校過ぎたとこだと思うねん。ここだと思う。ここ。ここ。はい、ありましたありましたありました。ね、懐かしいでしょ。うん。懐かしの埋没鳥居にやってきました。すごい。すごいな。すごいな。昭和33年。4月25日指定で天然記念物に指定された。へえ。大正3年の噴火で埋没したって書いてあるよ。へえ、そうなんだ。黒髪埋没鳥居。黒髪だな。濁点なし。じゃあ集落がさ、これ集落だったんじゃないの？うん。集落、湯の花小屋みたいな。集落がこの下にあるかもしれないよね。あ、埋まってるってこと？そうそうそう、埋まってるんでしょうね。すごい鳥居だよ、これ。すごい、このガジュマルの木もすごいんですけど、ガジュマルじゃない、アコウって書いてるな。この木もすごいんですけど、奥に本殿があるんですけど、ちっちゃいところなので、今日はやめときましょう。やめときます。はい、こんなんです。鳥居。埋没鳥居です。はい。鳥居の上、触ったことありますか、皆さん。なかなか触れないですよ。猛威を語り継ぐ鳥居だって。埋没鳥居ってね、大隅半島側にもある。そうなん。ここだけじゃない。そうなん。いやー、現地1泊、船2泊、合計3泊4日になるのかな。ガゴンマの旅。満喫しましたね。めっちゃ満喫や。お天気も良いし、最高ですね。だじゃあ大体今日の予定は終了したので、志布志港フェリーターミナルに向かいます。向かいましょうか。はい、今4時ですから、大体小1時間かかると思います。じゃあ帰りましょう。はい、なぜかくねくね道です。はい、周辺です。フェリー音声案内を終了します。こっちですね。はい。こっちですね。海の下になっちゃうね。すっごい綺麗やな。マジックタイムや、マジックタイム。これ何ですか？